素人巫女奏者の福ちゃんです。今日は楽譜の読み方復習編をお送りします。最近の私のニコ活は週1回 YouTube に投稿することなんですね。で、どういうふうにやってるかと言いますと、まず金曜日にどの曲をやるか決めるんですね。その時の思いつきで決めてます。そして土曜日に、楽譜がないもんですから、音を聞いて、まあ耳コピですね。そして、その2個のポジション、それを理解し、弓の、押す引く、まあ、これどうやってやるかを決めて、で伴奏を作って録音して録画してというやり方なんです。私はギターを若い頃からやってましたので、音を聞いてその音を探って、まあ、音を決めていく、まあ、耳コピーっていうんですけど、それはできるんですね。で、2個の場合も同じように聞いて、あ、どの音かなって、それに合わせて、あ、このポジションで弾けばいいなと、いうことはできるんです。まあ、これはこれで、すごい能力だとは思うんですけども、正式なプロセスではないんですね。ですから、まあ、まず楽譜があり、その楽譜に沿って、曲を演奏していくというのが本来、で楽譜がない場合は、まず楽譜を書いて、その書いた楽譜に沿って演奏していくということでなければなりません。まあ、コロナの影響もあって、なかなかレッスンを受けるということができてなかったんですが、新しい曲を覚えようということで、まあ、久しぶりにね、レッスンに行きました。で、課題曲はこのサマーという曲ですね。はい、これをやろうということで、まあ、先生に教えてもらうということでレッスンに行ったんです。で、新しい曲をやる場合は、その楽譜に沿って、読みながら、弾いていくわけですので、それ私できないんですよ。で、まあ一つずつ楽譜読んで、あ、それがどの音でどのポジションでというのを理解してから、あ、一個一個を記憶していくという作業になっているんです。まあ、ですから楽譜読んで楽譜見てすぐ演奏するというのはできなかったんですね。そこで、まあ、先生に、指導されたということなんです。で、ギターの場合はですね、例えば、まあ、ここをね、ドレミアソラシド、通常ドレミアソラシドがありますね。で、転調する場合、このカポタストっていうのをこれ挟み込んで、そうするとで、もう一個ずらすとこういうふうに転調をしていけるんです。だからもうワンタッチで簡単に転調ができるということなんですね。で、2個の場合はどうか言いますと、2個の場合、このドレミの、始まる、まあ、ドの始まる位置が変わっていくということなんですね。なので、それぞれの調に合わせて手の、まあ、指の形、ポジションが変わってくるということなんです。ですから、それを覚えておかないと楽譜が読めないということになります。
ほとんどの場合、二胡を始めると最初 D 調から勉強されると思うんですね。で、私もそうでした。で、D 調、最初 D 調ばっかりやるもんですから、D 調の曲ばっかりやるもんですから、D 調については楽譜がだんだん読めてくるんですね。で、見れば、数字譜になってますから、数字を見ればどのポジションだっていうのがすぐ分かって、それを弾けるということなんですが、次に F 調をやって、 G 調をやって、 C 調をやってみたいな、どんどん増えてくると混乱してくるんですね。で、なかなか覚えれない。久しぶりに違う調の曲をやると、あれ何だったかなということになってしまうということなんです。はい、では、気を取り直して練習していきたいと思います。まずこっちか、あれ、こちらに、出てますのが D の、ポジションですね。これに沿って、弾いていきましょう。まず D 調のところを見ると、15弦というふうに書いてあります。つまり内弦が1、外弦が5の音ということになります。1、そして、順番に1、2、3、4、ソラシドドドレミファソラシドですから、ド、1オクターブ分ですね。それが、7つになります。ね、それを、ドが1、レが2というふうになっているわけですね。で、数字を見たときにどのポジションかを理解しておかなければなりません。はい、それでは「蘇州夜曲」という曲が、D 調ですので、これで練習してみましょう。まず最初の音、5の音ですね。で、先ほど第1ポジションですと5の音は、外弦の開放弦でした。でもこれ楽譜を見ると押さえる指が2になってます。つまり、この外弦の開放弦と同じ音を内弦で2の指で押さえるということですね。外弦の開放弦と同じ音です。こういうふうに指定がある場合は、その指を使って音を出します。さらに、この門のようなマークになってます。これは、ラーゴン、ラーっていうのは弾くっていう意味ですね。弓を弾くということですので、さらに、メゾピアノですから、少し弱めに、徐々に、音が大きくなっていくということですね。で、次、6の音を3で弾く。通常6の音は、人差し指で外弦ですが、この場合3の指で弾きなさいということなので、1、2、3の指、先ほどの5を2で弾いてますので、そのまま、次の3は高い3ですね。高い3を3の指で弾くということですので、そのまま指は変わらず、1の指で弾きなさいとなってますので、先ほどこの3の指で弾いた外弦、内弦ではなくて外弦を1の指で弾きます。というふうに、先ほどの
第1ポジション、第2ポジションを理解していると、この曲は、それに沿って弾けるということになります。はい、何においても基本というのは大事だなというのを再認識いたしました。基本を怠ると、やはりどこかで、このようにつまずいてしまうということなんですね。ですから基本練習をこれからしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。